ますか？はい、聞こえます。里村です。森田です。そうなんだけど、ハーフタイムの皆さん、スコットで指示は何かありました？まあ、ボールをやっぱり丁寧にもっとつなぎたいなっていうところで、まあ、少しリスクをしてみたくない試合ではあったんですけど、